天使に守られた、シャドラク、メシャク、アベデネゴ少年の歌は、ドイツの作曲家、カール・ハインツ・シュトックハウゼンが作曲した、電子音楽作品である。作品は1955年から1956年にかけて、西部ドイツ放送のスタジオで制作され、シュトックハウゼンの作品カタログでは、第8番にあたる。声楽パートは、当時12歳のヨーゼフ・プローチカが担当した。 演奏時間は約13分。電子音楽の初期の傑作、最も重要な意味での作品と言われる、この作品は声の響きと音程を一致させ、電子的に音素の音を作り出すことで、電子音と人間の声をシームレスに統合した点に意義がある。このようにして、純粋に電子的に生成されるドイツの電子音楽と音響的な出来事の録音を変形させる。 フランスのミュージックコンクレートという相反する二つの世界を初めて結びつけることに成功した。少年の歌は空間性を早くから取り入れていたことでも知られており、当初は5チャンネルだったが、あとに4チャンネルに縮小された。1954年の秋、シュトックハウゼンは電子音と声のためのミサ曲を作曲することを思いついた。シュトックハウゼンの電気作家によると、 シュトックハウゼンはこのミサ曲を個人的な信念に基づいて書かれた神聖な作品と考え、師匠である WDR 電子スタジオのディレクター、ヘルベルト・アイメルトに、ケルン大司教の教区事務所にこの作品を、ケルン大聖堂で演奏する許可を得るための手紙を書くように頼んだという。しかし、教会にスピーカーは似合わないという理由で断られ、シュトックハウゼンは落胆した。 シュトックハウゼンが電子音楽のミサ曲を作ろうとしていたことや、教会から適切な神聖な場所や礼拝が許可される保証がなかったことに不満を持っていたことは間違いないが、ケルン大司教区の総大に正式な依頼をしなかったので、結果がどうであれ、彼らから正式な回答を得ることができなかったことも同様に確かである。さらに、プロテスタントであるアイメルトが 当時のケルン大司教区の責任者であるヨハネス、オーバースに非公式にでもこの話題を持ちかけたという証拠は全くないので、クルツが提示したストーリーは現代の記録に基づいて支持されることはない。素材には3つの基本タイプがある。そこにボイソプラノの音声が加わる。彼の母音はサイントーンをベースにしたハーモニックスペクトル、摩擦音や視察音はフィルタリングされたノイズ。 突発音はインパルスに似ている。それぞれは個別のイベントから統計的に構造化された大量の複合体までのスケールに沿って構成することができる。少年の歌のテキストは聖書のダニエルカキホイの一節から取っており、ネブカドネザルがシャドラク、メシャク、アベデネゴの三人を火のついた炉の中に放り込んだが、奇跡的に彼らは無傷で、 神への賛美を歌い始めたという内容である。ありがとうございます。